やっほー、やっほー、やっほー、今日も集まりました。イエーイ、久しぶりだね。野球フレンズ。あ、本当だよ。どうですか最近、ニーナさん。最近は、うん、ちょっと沖縄も寒くなってきた感じしない？最近寒い、ね、とても寒い、ね、究極に寒いよね、うん、究極。なんかあれでしょ、あの県外はもっと寒いんでしょ。ああマイナスだよね、マイナス何度とかね。憧れる。雪見たことある？みんな。ある、あるか、あるがやない、それはね。雪積もってるのは雪積もってるのもある。えか、ある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 。でもさ、家の中が寒くない？なんか外の方があったかいとかって思うときない？トコビエ？なんていうの？トコビエか、トコビエ。なんか冷えてるよね。アマビエっていなかった？なんでそれ？アマビエっていう妖怪、それ薬、ね、妖怪を避けるみたいな。薬を避ける、いた気がする。アマビエいるよね。アマビエ。何してくれるのよ、アマビエは？薬よけ？薬よけ。待って待って、いろんなビエがある。うん、ね、いろんな。今日さ、ゲストが来てるからさ、はい。もうそろそろ呼んじゃおうか。はい。もう呼んじゃう？ね、やめとく、やめる。やめるっていう手もあるね。自分たちで読んどいてね。読んどいて、やめる。ではスタートしましょうか。はい。やけ、やけ、やけ、フレンズ。さあ始まりました。さあ早速今日はスペシャルゲストに来ていただいています。この方です。ポン。はい、さい、七色の音のほまれです。よろしくお願いします。おーい、もう私たち仲良しのね、ありがとうございます、ほまれさんに来ていただきましたが、はい、さい、ゆいまるということで。おー、すごい。ほまれさんのこの挨拶初めて聞いたよ。俺も初めて言いました。びっくり。ちょっと恥ずかしい。顔に出やすいね。なんで沖縄らしさを出してきたの？ね、いいね。今日はゆいまるなテンションで臨みたいなと思いました。いいじゃないですか。ラジオ沖縄での出演は何度かありますよね。そうですね、もともと音楽活動ずっとしてるので、なんかライブだったりイベントがあるときにいつも、あの出させていただいたり、あと、まあ、七色の音としてあのニーナと、はい、あの出演したりとかしてますね。そうなんです。実はそう、お歌をね何回かコラボさせてもらってて、見たことある？みんなあるよ。 YouTube で見れるの？ YouTube でも見たし、生ライブも見た。あー嬉しい。ありがとうございます、ね、でも YouTube で七色ノートってもう大ヒットじゃないですか。いやいや、そんなことないですよ、まだまだ。ほまれさん、ちょっと自慢して七色ノート、ね、七色ノートの自慢を自分でやるの？でも PR してほしい。七色ノートとは、ね、多分七色ノートまだ知らない方のもうたくさんいると思うので、ちょっと説明ご紹介させていただくとですね、はい、七色ノートというのはですね、あの沖縄の才能と魅力を音楽と歌とあと映像でですね、世界に発信しようということをコンセプトとした YouTube のチャンネルの名前なんですね。うん、七色ノート、はい、でこれ僕と誰かがコラボするっていうチャンネルなので、僕と例えばニーナがコラボしたり、僕とまた誰か、あのバイオリニストだったりチェリスト、あと三線の歌三線の方だったりですね、いろんな方とコラボしているんですね。その中でニーナも出てもらってですね、ニーナがめちゃくちゃもう歌ってもらってバズったのが、うん、あの鬼滅の刃のグレンゲっていうテーマソングがあるんですけど、うん、そのグレンゲの内縄口バージョンっていうのがすごいバズってですね、もう今40万再生とか、すごい、そんなところまでなんだ。そうそうそう、超かっこよかったよ。かっこいいよね、流走したりね。そうそう、いろんな経験させてもらった。琉球村貸し切りにして、ね、エイサーもあったりね、炎もあったりね、そうそうそう、沖縄方言、これで私も学んじゃったりするワードもいっぱいありました。あったあった。そうそうそう、たくさんあって、でその中でニーナはめちゃくちゃもう何本も5本以上ぐらい出てもらって、そんな出てたっけ？エースだ、エース。そんな出てたんだ。もライブする時もニーナにお願いしてレギュラーメンバーで歌ってもらったりしますね。おまれさん、これまで、うん、なんか総勢何名とコラボしてきたとか。ああ、数え、ちゃんと数えたことないですけど。結構数すごいよね。そう、ボーカリストで言うと10、まあ、20名いかないぐらいだと思いますね。へえ。だって発掘もしながらでしょ、ね、おまれさんが。確かに、どうやって発掘してるの？ね、確かにどうやって？やっぱり口コミだったり、口コミっていうか、まあ紹介ですね。この子が出て、例えばニーナが出たらニーナにこの子いいよって紹介してもらったりとか、うん、あとはSNS で
インスタとかでなんか弾き語りしてる子とかいるじゃないですか。そういった子たちになんか あの子知ってるよみたいな感じで紹介してもらったりとか、で普段はね歌ってないあの主婦の方でも顔出さずに歌ってみたらめっちゃ歌うまいとか、そういう方もいるんだ。そういう方もいて面白いですよ。あ、じゃあそういう方にも連絡取ったりとかしてってことですか。もともと僕の先輩の奥さんだったんで、へえ、いろいろそういうつながりもあって、沖縄ってすごい才能の宝庫じゃないですか。実は才能の宝庫なんで、その才能がめちゃくちゃ隠れてるんですよ。そういう才能をちょっと声かけて、しっかり作品として世に出さないですかっていう、すごい、すごい。私たち誉さんと付き合い長いじゃないですか。そうですね、全然才能見出されてないっていうか、なんか全然声かけてもらってない。発掘っていう言葉は私と南はね、なんか全然声かけられてないなって。今からですよ。今からやっていきましょう。まだ眠ってるかもしれない。七色の音に、もう2人活躍してるから。いや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 、くすぶってる人を、歌の才能自信ないね。ダンスも、ないしな。ないな。でもいつかね、なんかちょっと憧れるよね。さ、何、野球フレンズのさ、うん、3人でさ。なんかこのミュージックビデオをちゃんと動画にするんですけど、はい、なんかそういったところで、例えば、まあ、ちょっとしたエキストラ役とかでもいいんですか、声かけて。やりたい。例えばお店の店員さんの役とか。おー、最高。いいじゃん。超アピールしていい？ドリンク。店員さんなのに。私もやりたい。人よりアピールするみたいな。毎回毎回ちょっと動きとかがうるさかったら、ちょっと静かにしてっていうか。厳しいんだ。オーバーリアクション。でもあれ撮り方が一連です。あ、ワンカット。ワンカット。ワンカット。まあワンテイクミュージックビデオって言って、まあ最初イントロから始まって、普通ってカットがどんどんされていくと思うんですけど、まあ七色ノートの、まあ、映像の醍醐味はですね、ワンカットミュージックビデオって言って、最初から最後までワンカットで撮る。もうカットしない。へえ。じゃあ途中で何かあったら、何かあったら、あ、すいません、間違えました、最初からお願いしますなったりするんで。これ何回ぐらい撮るの？めちゃくちゃやるんですけど、大体7回が限界ですね。でもさすが7回でもみんな一発で決めるんだ。その鬼滅の刃の時も、うん、まあ、琉球村の、民家をいろいろ練り歩いて、エイサーの立ち位置とか結構獅子舞とかね、そうそうそう、なんかやってる気がする。で楽器が出てきたらここで行ってとか、カメラの後ろはもうわちゃわちゃして走ってる、あ、そっか、そういうのもやりながらやるんですけど、まあ1回撮って、うん、それをモニターでモニターチェックしながら反省会するんですよ。へー。それを毎回繰り返し繰り返しするんですよ。でブラッシュアップしていって、だいたい5回ぐらい過ぎてくるとみんなバテてくるんで、だいたい5から7ぐらいで仕上げるみたいな。え、でも何時間で撮り上げるっていうか、平均4時間ぐらいなんですけど、ニーナのこのグレンゲ鬼滅の刃の時はめちゃくちゃ時間かけましたね。あ、たくさんの人たちが関わってた気がする。めちゃ史上めちゃくちゃ史上初めっちゃ関わってて、夕方4時集合、3時4時ぐらいに来て12時ぐらいまでやりましたね。あ、ねえ、でもそうか、夜だったもんね。それくらいの感じはする。あれのクオリティすごいですよね。すごい。しかも照明ないんですよ、夜。夕方で閉館しちゃうので。あ、そっか。だし文化財じゃないですか。あ、確かに文化財だから、なかなかこう、めちゃくちゃ 大切にしないといけないし、扱いもね。そうか。だから夜はもう全部照明とかも持ち込んで、ちゃんと琉球瓦もちゃんと映るようにしたりとか、エイサー団体で獅子舞入れたりとか。そうだよね。あとは特攻って言って炎を出して、ね、それも自分たちで用意したの。 それもやったりとかしてて、めちゃくちゃ大変でしたけど、ニーナのまた新しい一面が出せたミュージックビデオになったと。あれをやってから確かになんかギャップを感じるって言われることが増えた。映像とプライベートの私と、プライベートを知ってる私と側と音楽から知ってる人では全然違うねって言われることが多い。あ、それがきっかけでってことか。いや、もう才能を発掘させてもらいました。ありがとうございます。いや、すごい。いいなね、全然違ったりするから、ね、いつも笑顔でなんかピーヒャラピーヒャラ、なんかちょっとおちゃらけてる。ピーヒャラ分かんないけどね。だけど
真剣に歌ったり、こうあの突き詰めてやるとめちゃくちゃかっこいいクールビューティー。嬉しい。でもすごいわかるそれ、クールビューティー。嬉しい。ヤッケブレンズも出たいね。みんなで出たい。いつか出たい。なんかいい企画があれば。ホマレさん本当にいろんなの作曲もしてるし、いろいろプロデュースもしてるから、うん、なんか私たちもねいつかプロデュースしてほしいな。何かね、ちょっと欲が出ちゃったね。出ちゃった。私たち。いいですか。掃除のおばちゃん役してるね。掃除のおばちゃん。あ、そう、最初エキストラから。何でもやる。何でもやる。あのエキストラからどん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 上に上がっちゃう。コーラスがりでも何でもやります。いつの間にか歌ってたり。コーラスから始まって。できる。そうそう。そういうのもやってて、まあミュージックビデオがなんとですね、今も2018年の4月からアップし、毎月アップしてるんですけど、うんうん、今55本ミュージックビデオ。55本。すごい。あるんだ。そして。再生回数というのは総再生そうですね、うん、チャンネル登録者が今5万3000人ぐらい、うん、すごい、ね、あのありがたいこと再生数も900万再生以上、うわすごい、すごい、やっぱり僕らもあの今5万登録者とかいろいろなんか、うん、あすごいねとかっていうのを、まあ、ちょっとずつですけどあの褒めてもらえるようになったんですけど、うん、実は最初からそういうわけではなくて、めちゃくちゃ苦戦してたんですね。やっぱり今まで、今から YouTube の時代が来ると2018年思ってて、うんうん、その時実はまだカジサックさんもまだ立ち上げてないですよ、うん、YouTube を。芸能人が YouTube に入る前なんですよ。で2017年からやりたくてプロジェクトを、うん、でその時にあの活動してたユニットがちょっと解散になっちゃったんで、やっぱボーカリストでもないし、うん、なんかちょっと自分にしかできないことなんかなって探してた時に YouTube やりたいなと思って、でなんかやっぱり企画するの好きだし曲も好きだし、なんか映像チームも歌う人もいっぱい友達いるから、うん、なんかその人たちと一緒になんかいいもの作りたいなっていう企画が始まったのが七色ノートの始まりです。そこからあっという間に、ね、それを形にしたのがすごい、こんなになんですけど、だからもうクオリティもやっぱ普通に部屋で歌ってみたレベルじゃなくて、ちゃんとレコーディングもしっかりしたスタジオで撮るんですよ、うん、本格的なんだ、まあ、あの本当に何百万するマイクで撮ったりとか、機材すごい。 YouTube の、 あのファーストテイクってあるじゃないですか、はいはい、あのファーストテイクで使われてるようなとか、宇多田ヒカルとかヒゲダンとかが使ってるマイクで撮ってるんで、音質もめちゃくちゃいいんですよ。それでニーナも撮ったんだ、なんか今知りです。すごい、目の前に何百万のマイクがあるんでしょ。そうそう、ヴィンテージマイクで、昔のビートルズが実際に使ってた機械でミックスしたりとか、すごいとか、めちゃくちゃ音もこだわってるし、で普通にあの部屋撮りするんじゃなくてミュージックビデオちゃんとした映像にするということで、ワンテイクミュージックビデオにしたりとか、やっぱクオリティめちゃくちゃ高いの上げるっていうのをやったら、すぐに1万人いくだろうなと思ってたんですよ。最初はね、最初はそう思ってたんですけど、まあ、アップしだしてもうめちゃくちゃ大変なんですよ最初は。全然、まあ、慣れてないんで、毎月出していくから大変なんですけど、それをまあ5本10本やって全然バズらないんですよ。そうなんだ。一番バズったのが USA 沖縄バージョンっていう、はいはいはい、これで何本目なんですか。これで多分10本目ぐらいだったと思うんですけど、でなんと2万再生ぐらい。でも2万再生やった時にめっちゃバズったって喜んでたんですよ、うんうん、でも全然それでも登録者全然増えなくて、それから17本、1年半やって17本やったんですけど、1年半で登録者何人だったと思います。このクオリティをやってるんですよずっと。1年間1万ぐらいいってる。1万ぐらいいってそう。1年間だったら1年半もやってたら1万5000人とか、うんうんうん、そうね、そう思われがちなんですけど、うん、実はたった900人しかいない、1000もいかないんだ。2万再生とかもしてやってるのに全然いかないんですよ。なんで1000の壁みたいなよく言うじゃないですか YouTuber。 そうなんだ。900しかいかなくて全然バズらなくて、もうみんな結構普通のミュージックビデオ、普通のね動画よりめちゃくちゃ労力かかるから、なんかもうみんなチームのみんなちょっと萎えてるんですよ。お前さんいつバズるんですか。
なんかもう、うん、みんなあの持ち出しでやってるから、うん、あのギャラとかそういうのもあるわけじゃなくて、みんなでこう協賛してやろうよっていう形でやってるので、それ全然バズらなくて、やべえどうしようってなった時に、でもどうにかバズるからバズるからって言ってて、なんとかみんなをこうつなぎ止めてたんですけど、うん、18本目にアップした動画がちょうどその年ってアラジンの実写版が映画でやるからって言って、なんかあアラジンのホールニューワールドを内縄口で歌ったら面白いんじゃないかなっていうきっかけがあって、内縄口バージョンを作ったんですね。へー。でそれを三振アレンジとかちょっとカチャーシーのリズムで歌うと、なんとそれがですね一気にバズりました。はい、やっとバズったんですよ。じゃあ沖縄風っていうのが良かったんですか。沖縄風と、あと内縄口っていう歌うっていうのが一番やっぱりみんなからしたら真新しかったみたいで、そう今までにないって感じなんだ。今までにない感じだし面白い、しかもなんか方言の訳もちゃんとしながらも遊び心のある翻訳にしたりとかしてるんで、それでめっちゃシェアツイッターから火がついて、そこから1ヶ月で30万再生、うん、そして登録者も一気に1ヶ月で1万人超えたんですよ。おー1万よかった。そこからなんかやっぱりちょっとずつ乗ってきて、そこからなんか登録者も増え出して再生数も増えていったっていうのがあって、だからもう最初から僕らのチャンネルは内縄口で歌ってたわけじゃないですか。でもいろいろ苦労しながらなんですね。そうそうそう、試行錯誤しながら、そう、そこで初めて、あ、内縄口とか沖縄っていいんだって思い出して、そこにシフトしてきたっていう経緯があるんですね、うん、へー。なんか本屋さんの話もっと聞きたいから、ね、ちょっと続編また、ね、続編出てほしい。次も、まあ、次もちょっと次でもう一回また聞き直してね、歴史聞いてこう、はい、ねー、いやすごかった、聞き応えあった ねまだまだ聞きたいんですけれど、うん、はい、そろそろお時間ですので、はい、今日はこの辺 で、ね、続きも聞いてください。はい、お願いします。ホマリさんありがとうございました。ありがとうございました。薬系フレンズ気に入ったよという方はぜひ番組のフォローお願いします。感想などぜひつぶやいてください。ツイッターはハッシュタグ薬系フレンズで皆さんつぶやいてくださいね。お願いしま す。メールも、メールもですね、はい、メールは yakkee@rokinawa.co.jp までお送りください。メッセージお待ちしてます、はい、それでは薬系薬系薬系